皆様こんにちは、こんばんは、ノマランドでございます。今回は坂エメラルドビヨンドのレア素材の稼ぎ方を紹介いたします。主にそこそこ数を要求するくせに入手が困難な素材に焦点を当てています。自分の経験と攻略サイト情報をまとめて整理した紹介ですが、追加情報もいつも歓迎しております。レア素材不足に悩ませる方、ぜひご覧くださいね。カテドラル計画とやらに参加させてもらいます。本動画は一部素材本当に渋すぎません。ノマランドの提供でお送りいたします。最初はまさかのおまけ。まずは基本素材について少し話します。何せ高ランクになると不足の可能性もありますので。実は基本素材系、いわば鉱石と獣系ですね。トレードで何度かなります。たとえ最高級の隕石でもトレードランク8になると普通に出品されます。普段トレードで素材を集めてる癖があるなら、隕石レベルでも一旦トレードラングカンストになったらいい感じに溜まり始めると思います。獣素材関連も同じ方法で溜まります。トレードランク稼ぎは趣旨じゃないが、一応簡単に紹介します。一番簡単で理解しやすいのは初期武器プラス1のトレードですね。初期武器を精霊石でプラス1にして出品すれば、鉄鉱石2のオファーが時々来ます。鉄鉱石もちろん大事ですが、まずトレード軽減値が欲しいなら同じランクの武器と交換の方が一番いいです。そうすれば装備をなくすことなく無限ループで軽減値を稼ぐことができます。装備の在庫が十分なら鉱石、危険と思えば武器ループ、これが一番いいかも。では次から本場のレア素材を紹介します。最初は一番認知されたものを紹介します。宝珠は結構要求されますが、特定の敵しかドロップしません。ドロップ狙いの場合、大体ストーリー関連の敵となり、大量ゲットしづらいものです。先生の試練の報酬もありますが1個。でも周回しなくても稼ぐことのできる場所があります。それがコルディセプとなります。このマップは穴を掘りながら進みまして、時に敵やオブジェが登場します。最初はキーアイテム石とミミズが出てきまして、一定数集めるとイベントが発生します。でそれぞれのイベントを3回こなした後、素材がドロップし始めます。その素材の中に宝珠が含まれております。掘り続ければ周回しなくても稼ぐことができます。とはいえ宝珠のドロップはレアです。バトルランク上がれば出現率も上がりますが、それでも少ない方です。実体験ですが、自分はバトルランクカスト環境で掘るとき、1時間10個あるかないかが瀬戸際です。しかもこれは先導を避けてオブジェだけ掘るの結果です。バトルランクが低いともっと時間がかかると思います。ちなみに確かにバトルランク上がると宝珠の出現率も上がりますが、ドロップ候補あまりにも多いので大量まで出てこない原因になっております。周回せず稼げることは大きいですが、長期戦の覚悟を持って臨む方がいいでしょう。こちらも多く要求されるレア素材で、何度試練報酬もないという暴挙。でも安心してください、普通に稼げます。竜鱗は言わずともドラゴのドロップです。そしてそのドラゴン、場所さえ把握すれば普通に出てきます。リセマラでドラゴンを呼び出して稼げます。で出現ポイント複数ありますが、一番おすすめはグレロの大鉱山。バトルランクにもよりますが、アースドラゴンは中間あたりから出てきます。カーストに近い時、なんとブルドラゴンも追加。現在自分が確認したところ最もドラゴンの出やすい場所です。赤の先導イベントは労働するたびに敵も変わりますので、出るまでまずリセマラが必要です。2種類もありますので非常に出やすいです。ちなみに自分は装備ドロップを狙ってリセマラしましたが、そのうち結構溜まりました。でも高級で強力な装備結構竜鱗を要求しますので、やはりまだ稼ぐ必要がありますね。とはいえレア素材の中で一番取りやすい部類かもしれませんね。グレロンによって余裕のある時、しばらくこもって稼ぐことをおすすめします。ゲーム内では竜鱗と同じレベルの素材で、同じく試練報酬もない。こちらは竜鱗より稼ぎにくいが要求数も少ないです。
これをドロップする敵はイカ系です。イベント戦の固定入手以外、マーレーノストラムで無限化石が可能。以上、この世界のイベントドロップもあります。同時に無限化石ポイントもあります。このマップでは2種類の赤イベントがあり、その中の危険な渦、そしてそれが右上の渦に発生すれば一定の確率でイカが出てきます。で、ここもドラゴンと同じく出るまでリセマラして出たら倒します。でも危険に限らず、赤イベントの維持はイベントをこなすたびに変動します。右上の渦だけ湧きますので、引き出すのも結構苦労します。稼ぐことは可能とはいえ、竜輪より時間と手間がかかることは間違いないでしょう。幸い竜輪と比べて要求数も比較的に少ないことがせめての救いですね。で、もう一つの方法、何度このエンベラトレードで竜輪と1対1で交換可能。竜輪を大量に稼いでトレードでエンベラに変換する方が気が楽かも。ここからは無限化石のできない領域に入ります。まずは比較的に取りやすい超合金です。トレードにはできませんが、先生の試練と一部のイベントで入手可能ですが、これらの数はあまりにも少ない。竜輪ほど要求されていませんが、それでもそこそこ使われています。ドロップする敵もなく、非常に取りにくい素材です。でも無限化石こそできませんが、行くだけで4個もらえるチャンスのマップがあります。それがクローレルムであります。この世界は5周年以外、アイテムを掘るイベントがあります。全部7箇所があり、そのうち3箇所がキーアイテムで、他の4箇所が装備素材となります。そして最高レベルのバトルランクになると、なんと超合金が出てきます。単一のイベント世界による固定ドロップの中で圧倒的な数を誇ります。超合金が欲しい方、周回するたびにここを訪れましょう。本動画の最後で、おそらく一番大変なレア素材、悪魔の血となります。悪魔系がドロップしますが、悪魔時代ほぼイベントの限定登場しかありません。もちろん周回無視の無限化石もできません。一応存在はしておりますが、だいたい1回限定のイベント戦であり、復活はありません。とりあえずこのタイプの敵を確認したら、悪魔の血が出るまでリセマラをおすすめします。で、これらのイベントの中で一番数の多いやつはシウグナスの1周目ルートですね。1周目の最後、読みに戻り投手を倒し回すイベントがあります。これらの投手、悪魔の血をドロップします。無限ではないが、4人合わせると結構な数。ここに到着するととりあえず全員倒しましょう。がシウクナスの面そこそこ長いので、それを狙って周回するのも当然そこそこ苦労します。で、1周目と言ってますが、実は2周目以後も扉を選んで黄泉へ行くことが可能です。悪魔の血を狙いたい場合、2周目ボスではなく黄泉へ戻りましょう。一応宝珠と1対1のトレードがありまして、宝珠をたくさん稼いで悪魔の血と交換するのもいいかも。で、ちょっとしたおまけを紹介します。デルタベースという世界でモノファイト育成とフランキの要素がありまして、それを利用すればレア大型ボスと戦うことが可能です。運動、正しいイベントと攻略手順を通れば両方とも利用できるようになります。でも言うまでもなく、卵と種が必要で無限ではありません。しかもモンスターとして復活や成長するには、戦闘を正しい回数をこなす必要もあります。手順もまあまあ面倒です。正直ここでモンスターを呼び出すのは、素材より装備を狙うことが面と思います。とはいえ、あまだ種と卵があれば、獲得困難のレア素材を取るのもありと思います。何せ種と卵はここでしか使えないので、せっかくもらいましたので、とりあえず有効活用しましょう。利用方法と出るモンスター種類を紹介すると結構尺が必要なので、おのおの Google でお願いします。以上がサガエメのレア素材稼ぎの紹介となります。装備の取得も大変ですが、強化素材も苦労するという。
そこまでプレイヤーを苦しまなくてもいいと思うくらいですね。そして本作の膨大なボリュームのせいでまだ開示してない情報もあると思います。随時情報を募集すると同時に確認次第追加と訂正もします。強化用レア素材を確保したい方ぜひ参考してみてね。他に感想や補足がございましたらぜひコメントまで。では本動画はここまで。他の動画もご覧いただければさらに嬉しく思います。また次回お会いしましょう。